そして俺天野太一、アジンの女子、通称デミジョに告白し続け、ことごとく振られている。今度の相手は鬼城鈴鹿。学園の大人気デミジョにして日本有数のリゾート会社鬼城グループの令嬢。何ですか、こんなところに呼び出して。普通に考えたら失敗する。でも俺の男意と誠意が伝わればきっと。鬼城さん、僕と付き合う。ゴミ。イエス先輩、存在自体が無理です。さよなら。結局ダメだったか。でも俺はへこたれない。男を磨いて改めて鬼城さんにアタックするぞ。よし、ではあ、青江さん。学園デミジョ人気ナンバーワン青江クオンさん。俺キスしてた。でもあ、すいませんでした。キスされちゃったのはショックですけど、事故だし仕方ないです。あ、唇から血が出てますよ。血？あ、本当だ。って青江さんも唇に怪我してるじゃないですか。あ、ぶつかった時切れちゃったみたい。すぐ保健室に。私は体質上すぐに止まるから大丈夫。それよりあなたの方が。それじゃあ私はごきげんよう。はい、ごきげんよう。天使だ。その日俺は40度近い熱を出した。まるで自分の中で何かが激しくうごめいているような感覚を覚える。それが1週間続いた。永遠に続くかと思われた発熱は突然終わった。そして元気に登校できるまでに回復したのだ。なんか今日デミショたちの視線が違うような。今日の放課後うちに来てくれない？え？ああ。大事な話があるの。天野くん、来てくれてありがとう。ね、ああ、そりゃもちろん。ここよ。どうぞ。どうも。いらっしゃい。はじめまして、クオンの母の青江舞です。うわ、すげえ美人。あなたがクオンとキスをしたという天野太一くんね。すみません、俺の前方不注意で。いいの天野くん。それより天野くんの体に大変なことが起きてるらしくって。え、ああ。今日一日妙にアジン女性からの視線を浴びなかったかしら。はい。あなたとクオンがキスをしたからなの。え？キスをした時互いの唇から血が出たそうね。そしてクオンの血との融合液になって、あなたの体液すべてが覚醒の魔素に。覚醒の魔素？ええ、異性のアジンの潜在能力開花や進化をもたらす究極の飛躍と言われているの。その覚醒の魔素はアジン女性に極上の幸福感をもたらして、興奮をかきたてる作用があるの。それじゃあアジン女性からの視線を感じたのは。そこであなたに一つお願いがあるのですが。お願いします。まさかあんなことになるなんて。君かわいいね。一緒にどっか行こうよ。俺の彼女に何か用すか。彼女？お前の？もうキモいおっさんに声かけられて
超うんざりだったんだよ。おっさん、もう二度と声かけてこないでね。じゃあ行こっか。おう。ここでいいかな。もう酔っ払いもいないし、離れてくれていいよ。やだえ、っていうか、もっとギュッてしたくてたまらないんだよね。ちょって、そうか、覚醒の魔素の影響で。ねえ、今日止めてくれない？今家出中なんだ。いや、ダーリンって、いきなりそんな。っていうか、君は？私？セーラードライグセンガ、人流族だよ。さっき青江さんとあんなにしてきたばかりなのに、結局誘惑と煩悩に負けてしまった。